杉戸町の昌平高校で全国大会に出場するラグビー部と女子バスケットボール部の壮行会が行われました。壮行会は新型コロナウイルス対策のため去年に続き各教室で中学高校の全校生徒およそ1900人が見守る中オンライン形式で行われました。昌平高校ラグビー部は2年連続3回目、女子バスケットボール部は3年ぶり2回目の全国大会出場です。木川雅史校長は埼玉県の代表であることを受け止めて目の前の一戦をどう勝ち抜くか工夫と努力で乗り越えてほしいと激励しました。ラグビー部は今月28日花園ラグビー場で沖縄県代表の読谷高校と対戦します。また女子バスケットボール部は今月23日東京体育館で宮崎県代表の小林高校との対戦が決まっています。僕たちは入学してきた時からずっと、花園で年を越すことを目標としてやってきているのでしっかりその目標を成し遂げられるようにこれから戦っていきたいと思っています。練習してきたことを本戦でしっかり出せるようにベスト8目標に、そして毎試合ベストゲームを目標にやっていきます。